日本オリンピック委員会、JOC は1日、アスリートをめぐるネット交流サイト、SNS、上の抽象について投稿マナーを守るよう求める異例の声明を発表した。侮辱や脅迫などの行き過ぎた内容については法的措置も検討するとしている。声明では、応援いただく皆様に、ぜひアスリートがこれまで歩んできた道のりにも思いを馳せ、その瞬間を見守り、 応援いただけますと幸いですと懇願し、SNS 等を通じた皆様からの激励、応援メッセージはアスリート、監督、コーチへの大きな力となっています。その一方で、心ない誹謗、誹謗、中傷、批判等に心を痛めるとともに不安や恐怖を感じることもありますと訴えた。SNS による選手への中傷は近年 社会問題化しており、2021年の東京オリンピックでも問題となった。開催中のパリ五輪でも国内外を問わず、選手の振る舞いや決断などを非難する内容が投稿され、出場選手自身が被害を訴えるケースも散見される。国際オリンピック委員会、IOC、ワコン大会から出場選手の SNS に投稿された暴言などを多言語に対応した人工知能。 AI で検知し SNS 上から消去する仕組みを導入選手村には精神面をケアするスペースを初めて設置するなど、対策に乗り出している。